ホーム南口下落合駅は東京都新宿区下落合一丁目にある西武鉄道新宿線の駅。駅番号は SS03。駅名にある落合は神田川と明正寺川の合流点から生じた地名。西武グループ発祥の地であり、創始者の堤康次郎が自ら指定を構える目白文化村として沿線開発された。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有高長は8両編成分である。ホームは曲線上に立地し湾曲している。駅舎は上りホーム側に立地し、各ホーム間は個線橋により連絡している。南口開設前は構内踏切により連絡していた。改札口は駅舎のある北口と下りホーム側の南口の2カ所。 南口の共用時間は7時30分から22時までで自動改札機のみ設置されている。トイレは上りホーム中ほどにある。2008年度からのバリアフリー対応工事の進行により、ユニバーサルデザインの一環として誰でもトイレも整備されている。2008年度には加えて、古典橋部分にエレベーターも設置された。 2020年度の1日平均乗降人員は9152人で、西武鉄道全92駅中63位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。最寄り停留所は、下落谷屋駅である。関越自動車道を経由する、西武バス及び共同運行会社が運行する以下の、高速バスの停留所が新目白通り沿いにある。 各地域は乗車専用、池袋方面は降車専用。ありがとうございます。